ここは新宿駅です。スイカの弁金社長さんがいらっしゃいます。新宿に今朝7時でございます。今日もまたまた高速バスを使って名古屋へ向かいます。やっぱりな、俺絶対後ろ姿で君だと分かったよ。回してるし、回してます。どうもどうも、ね、おはようございます。どこに行くんですか。いやいや、どこに行くんですか。自分は名古屋に行く。いやいや、私も名古屋に向かいますよ。もしかして一緒のバスですか。俺同じバスですかね。どういうことやね。偶然です。これは奇遇だな。これは奇遇だな。なんなんこの茶番。まあ私が最初にバスを取ったんですけど、後からなんか被せるように、そうです、ね、あの同じバスを取るっていう。いや、最初はね、前日に行こうと思ってたけど、ね、そう、なんか知んないけど、合わせに来ましたけど、そんな感じでね、あの、なんかとある YouTuber さんとなんか一緒に向かうことになりました。新宿でね、まさか、ね、名古屋で会おうねって言って、新宿だからね、ここそれでまた名古屋で、また名古屋で、また名古屋で、13時かな、これで帝国通り、帝国通りに着く、まあ着くでしょう、きっと。本当に同じバスだからな。よし、乗車。7時30分、バスは新宿を出発。実はね、あの彼はこの前のこの席なんですよ。彼が前の席で僕がその後ろ、たまたまね、あの席の番号なんて知らなかったんですけども、お互い当日にまさかこれ前後だとは思わなくてびっくりしましたね。本当にね、一緒にバスに乗ってきましたよ。本日はウィラーエクスプレスをご利用いただき誠にありがとうございます。このバスは名古屋金城埠頭方面行きウィラーエクスプレスです。到着は名古屋南笹島ライブ金城埠頭駅レゴランドの順に停車いたします。乘客需要系好安全带，车内所有座位包括电子烟均禁止吸烟，在车内把手机设置为静音模式。首都高速3号渋谷線を走行中。東京はこのように、高速バスの横にビルが立ち並んでいて、ちょっとね狭いような、そんな感じで景色が流れていきます。新宿から4時間半、名古屋までこのバスで向かいます。神奈川県は海老名のサービスエリアに到着。基本的に高速バスはこの海老名のサービスエリアに停車いたします。僕も何度も来ました。本当に大きなサービスエリアなんですよ。ここでね、少し朝ごはんでも食べていこうかなと思います。唐揚げを3つ、540円もしたけど、3つも買って、サービスエリア価格高いですけど、富士山見えるじゃない。このカメラで多分捉えられないんですけど、何にもつない、ちょうどバスと被るからもう見えないんです。今日は見えますよ。今日は見えますね。いい天気ですわ。おお、高速バスの醍醐味よ、これも。あの飯途中で食いながらこうやって各地のさサービスエリアに寄るってんの。はい、当バス、ただいま、ほぼ予定通り運行しております。この先、渋滞混雑なく順調に参りますと、最終経験値各バスが2時間少々の走行となります。それではここまで、ごゆっくりとよろしくお願いします。失礼いたします。高速バスの中はとにかく暇なんですね。何をしようかと思ってね、とりあえずあの動画がかなり溜まっていたので、そのストック分全部公開予約にいたしました。4日分ぐらいはね、あの一気に乗せたんかなと思います。これで安心して寝ることができますと思ったんですけども、沿線はね今回いい天気でしたので、このように素晴らしい富士山まで、望むことができました。ここは御殿場付近の高速道路です。
しばらく進んでから海が見えてきました。ここは静岡県の駿河湾です。沼津から富士の間を走行中です。東海道線は海のそばを走りますが、高速道路は、海よりもこちらの山側、ちょっとね高台になっているところに高速道路があるので、このように綺麗に海を眺めることができました。柿川のパーキングエリアに到着です。本当にね、この時ね眠くて結局柿川のパーキングエリアでは降りなかったんですよ。もうこのままちょっとだるくていいやと思ってね、一応撮影だけはしましたけれども。ということで柿川のパーキングエリアを出発、あと2時間後に名古屋に到着します。当番車ただいま予定通り運行しております。この先渋滞混雑なく順調に参りますと、名古屋佐々島、午後1時頃到着いたします。ということで、あっという間に名古屋の佐々島ライブ付近に到着しております。名鉄の車両が見えてまいりました。そして JR の東海道線の車両も見えております。これだけで完全にもう名古屋地区なんだなとお分かりいただけると思います。この2時間ほぼほぼ寝ておりました。高速バスは順調に、そして天気も本当に良くてですね、車内もポカポカしておりまして、素晴らしいバス旅でした。到着してからっていうのもおかしいんですけども、座席紹介。枕は、実は可動式でちょっと動きます。で、このように仕切りがあるんですね。この仕切りのおかげでかなり快適です。そして、このバスにはフードもついております。寝るときも本当に安心して寝ることができます。名古屋の笹島ライブに着きました。新宿から、はるばる13時、ほぼジャスト。ジャストに来ました。さて、とりあえずなんか奴らはもう死んねえけどカフェ入ってるってよくわかんないんだけど、免疫に来ない、そう免疫、そう免疫来ねえじゃん。ちょっと待って、あいつら免疫どこ行ってんだ、なんで免疫いねえんだよ。とあるエスカのオタクさんがね、あのエスカに来いって言うんですよ。多分どっちのエスカって言ってもカフェのエスカだと思うんですけど、あの名古屋の地下街じゃないんですよね。我々のエスカ地下街でも僕はまず近鉄の切符買いたいんですよ。もうあっちゃこっちゃしてたらさ、時間なくなってさ、買えなくなるの嫌だからさ、先に買うのがいいんです。ちょうど近鉄のとこが、そう、ちょうどこの先にあるから、私は近鉄で大阪の切符を買わなきゃいけない。大阪経由東京まで、そうですよ、大阪経由東京ですよ。とりあえず高速バス編です。この後ちょっとあのレッツゴー CC 組界隈があのまた集まる動画になるんですけど、どこで合流どっかで合流します。それでは長旅お疲れ様です。